まず27年間関わってきたタレントの人たちを分類別に分けて説明していきます。これは楽しい、スキャンダルも含め、面白い話も含め、えげつない話も含め、ある人たち。じゃあ早速いきますね。星颯太君、僕彼は一番初め多分モデルの女の子から紹介されたんです。でその後高田遊んだ時にまた会いました。でもちろん線引っ張ってることはこの子に対しても話が1個あります。それはまたおいおいやっていきます。次、尾上松也。松也も僕はね、高田柴田への紹介だと思うんですけども、彼も結構もう付き合い長いです。遊んだりもよくしました。で彼は基本的に休みがほとんどないんで、大阪公演とかで僕が大阪見て一緒にちょっとご飯食べたり飲んだりとか、東京に会ったりとかしてました。彼に対してもいつもあります、よくもあると。ただ僕は彼で一個感謝してるのは、うちの母親が好きで一回歌舞伎に行かせてもらいました。でその時に楽屋のうちのお母さんに挨拶行きようと言われたら、お母さん嫌がったんですけど、それでも行けって言ったら、松也が一緒に写真撮りましょうって言ったら、もう嫌がって恥ずかしちゃって逃げていったらしいんですわ。でそれは松也から笑いながら電話かけた覚えてます。でタケルも古いですね。多分タケルが10代ルーキーズやってる頃なんで、白田への紹介で初めてありました。でタケルに関してはもういっぱいいろんな話あります。でもちろん感謝してる話もあります。そういうことも含めてどこかのタイミングで話できたらなと。大倉志門。志門は、誰の紹介か覚えてないですけど、まあもうお付き合い結構長いです。で彼も結構ちょこちょこ遊んでたので、いろんな話はあります。で、白田優。優も、この中では本当に最長ぐらい一番長いんちゃうかな、知って。だからこそもういっぱいいろんなこと知ってます。彼に関しても、もちろんタイミングとその場面で話をしていくかなとは思ってます。で、新田真剣佑。真剣佑に関しては、僕はもともと初め、ラッドウィンプスの桑原に紹介してもらいました。で、桑はなんか、富士山、山下に紹介してもらったんです。もうそこからの付き合いですね。もちろんマッケンも結構一緒にご飯食べたりだとか、まあ、皆さんも知ってるように僕文春にも取られたんで、一緒に沖縄行ったりとかしてるんで、まあ、深い関係性です。また話もちょっとタイミングでしていきますね。鈴木伸之。ノブは僕一番目にあったのは、これも桑原の紹介だったんですけど、西麻布のカレーラーメン屋があるんですけど、そこで僕と太一と高之と3人でラーメン食ってたら桑が連れてきました。それ以来の付き合いです。で彼のこともいろいろあります。武井壮。壮はもともと高の紹介です、はい、でも2人で飯食ったりもしてました。そのいろんな猛獣と戦って勝つみたいな百獣の王やみたいなイメージと違ったプライベートの感じだったなっていう印象だけは強いです。で彼ともいろいろ遊んでもちろん話はあります。で竹内涼真。涼真はワンオクの打ち上げの時に来たんです。初めて俳優やのにめちゃ歌うまいなっていう印象が強かったです。ただまあ途中からやっぱり連絡取れなくなったんで、もちろん何無視されてる状況だと思うんですけど、まあ、彼に対してもいろいろ話あります。綾野剛。剛はまあプライベートを遊びましたね。一時本当に西麻布で毎日のように問題してましたから、一緒に彼に関してもまあもちろんいろいろあります。でもそれもタイミングと状況を見計らっていろいろ話していこうと思っています。永井勝。勝は彼が僕18歳ぐらいから知ってます。また戦隊もやるかやらへんかぐらいの頃ですね。うちの家に遊びに行ってて、それこそほんまに長いです、勝の付き合いで。もちろん結婚式も僕行ってます。彼も勝も前いろいろ話してます。プライベートでも仲良かったんで。成田亮。亮も仲いいですね。もともと綾野剛の紹介でプライベートで大阪って剛に紹介されました。まあ、彼ももちろんいろいろプライベートでも遊んでたことがあります。錦戸亮。亮も僕は関ジャニの頃からかな、付き合いがあると思ったので。亮に関してももちろんもう今はもう全然会ってないですけど、いろいろあります。平岡優太。優太はもともと友久山下の紹介でプロポーズ大作戦やってる頃に紹介されました。でそれも西麻布の僕がやったバーに来てます。彼にもいろいろ僕いつもあるので、まあ、面白い話も含めてしていきたいと思います。メンタリストじゃないです、あのウィッシュの方の大学。大悟も僕結婚式に行かせてもらってます。めちゃめちゃ仲良かったです、昔からしてます。もともと大悟も TM レボリューションの西川さんの紹介で僕始めたんです。でそこからいろいろ遊んだりして、まあいろんな話もあるのまたタイミングで話してます。和田正人。まあ友もめちゃめちゃ長いです。優と同じタイミングで僕知ってるんですけど、大阪でとあるそのアテンドみたいなのを西川さんとしてる人がいて、その人の紹介で出会いました。お二人ちょうど D-BOYS の舞台を見てたかな。でマーク友も大概です、結婚式も出てます。で彼ももう付き合い長いのももちろんいろいろ知ってます。横山優。横は僕はこの和田正人の紹介で知り合いました。彼ともちょこちょこプライベートで遊んでて、まあ、いろんな話あります。松本潤。潤は僕高の紹介で知り合いました。彼に関してもいろいろ話はあるんですけど、プライベートでよく2人で飯食いに行ったりもしてて、みんなで遊びに行ったりもしました。ただ本当に仕事の時とプライベートで持ってるオーラ感が違うなと思ったタレントとして初めてです。プライベートで遊びはほんとにおっさんにしか見えないんですけど、ライブとか仕事の時見るとほんまかっこいいなって思います。もちろんいろんな話もまたします。翔平。翔平も僕結婚式に出てます。鉄平とマネージャーって一緒やったんです、バーニング上野で。翔平がデビューした時に同じく上野が連れてきました。で翔平のところで出会ったんですけど、彼これ付き合いめっちゃ長いですね。でもちろん繊維ヒルにいろんな話あります。ムロちゃん。ムロちゃんには僕もめちゃめちゃ感謝してるのは、やっぱりガールズアワードで高山と二人で頼みに行ったらノーギャラでファッションショーあげてくれました。まああのファッションショー自体出てる人ほとんどノーギャラだったんで、ほんまにありがたかったんですけど、もちろん感謝しかないです。めっちゃいいやつです。ムロちゃんもいろいろちょっとあります。山田裕貴。彼は多分僕は和田マサトの紹介かユウの紹介であったんですけども、彼とももちろんプライベートの交流もあったし、ライバルのバースデーとか読んだりもしてました。
世界でもいろいろ話を。赤西仁。仁に関しては、僕は多分一番初め、山田孝之バースデーで知り合ったんだと思います。で、孝之通じて一緒に遊ぶことが多かったというか、一緒に交流することが多かった。まあ、ちょこちょこっと話はあります。藤井流星。彼に関しては僕、近いからだと思います。なぜかというと、彼は僕の仲いい女の子らに僕の悪口を言ってるんですよ。僕全部僕の耳に入ってるんです、当時から。でも当時はもちろんこんな状況じゃなかったし、タレントみんなと仲良くしてたんで、別に黙ってました。やっております。予告です。いわゆる生田斗真、斗真も僕は高の紹介ですね。それで仲良くなってて、何回か遊んどったんです。で、彼ももちろんいろいろあったんで、ちょっと選択してもらいます。で、渡部篤郎さん。篤郎さんも僕は大好きです。もう長い間会ってないんですけど、もちろん連絡先も知ってますし、でも篤郎さんにもちょっと面白い話があったので、それはまたどっかのタイミングでしようと思います。志尊淳。彼は僕ユウの紹介でありました。で、ちょっといろいろあった時に僕鍋プロに叩かれたんですよ。まあ、これも濡れ衣なんですけど、あのタレントをカバーっていうのが叩かれることがあったんですけど、その時に彼には多分知られたんです。多分鍋プロに言われたんで、彼はだから彼の話をしても僕もええかなと思ってるんで、タイミングで話しようと思います。で、木村拓哉さん。僕は木村さんにはまあもうめっちゃ昔に聞かれたことあるんですけど、ぶっちゃけ全く関わりないです。連絡先も知らないですし。ただちょっといろいろ関わりがあったので、その話があるので、それをちょっと聞いてもらいたいなと思って名前を話してもらいました。中井雅彦さん。中井さんも僕は札幌のお店で一回出会ったんです。で、まあちょっと面白い話があったので、ここにしたい。で、ひろみつ。ひろみつは僕が西麻布でそのお店をやってる時の常連でした。で、当時まだジュニアで、もちろんデビューしてないです。キスマイなんかなかったので、今は売れてあれですけど、当時いろいろありましたけど、もうそういうこと今思い出せないんで、線引いてないんです。また思い出したら話します。カレンケン。ケンも西麻布のミュウっていうところで僕はよく遊ぶ時によく遊んでます。ケンにはちょっと一個だけ思う話があるので、それはまたタイミングでしようと思います。亀梨君。亀梨君に関しては、僕というのも僕の友達がちょっといろいろあって、ちょっと逸話がいろいろあって、僕も話しようかなと思って聞かせていただきました。ざっとこういう感じで、男性俳優とかタレントさんというのは、これぐらいが結構深く関わってた人間かなと僕は思っています。もちろん、さっきも言ったように面白い話もあれば、えげつない話もあれば、僕が話することによって、下手してやめざるを得なくなっていく人や、逮捕される人や、公開事業という映画が公開されなくなったりとかする可能性も大いにあると思います。でも、全部話するので、